菅春寺2月28日から1985年4月20日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。旧姓は石塚。評論家の菅高幸は息子。滋賀県の没落農家に生まれる。滋賀県立税税中学校を経て、1913年5月26日、陸軍士官学校を卒業。士官学校の教官だった。 菅隆の養子となり、石塚生から改正する。同年12月25日、陸軍砲兵将尉に任官。1916年11月30日、陸軍砲工学校高等科を主席で卒業し、東京帝国大学工学部造兵学科に派遣された。1920年代後半から、フランスの軍事工場に5年派遣されてフランス語を習得する。 1936年8月1日陸軍砲兵大佐に昇格するとともに陸軍造兵省東京砲兵交渉正規製造所長に就任同年12月1日陸軍省兵器局鉄砲課長となり1939年3月9日陸軍少将陸軍省兵器局長兼大本営野戦兵器長官に就任した 1941年陸軍中将に昇格し、1942年10月15日陸軍兵器、行政本部総務部長、1944年8月30日陸軍兵器、行政本部長、1945年4月11日陸軍兵器、行政本部技術部長事務取扱いを兼務し、敗戦を迎える。同年12月1日予備役に編入となる。 1953年10月から日本兵器工業会副会長に就任し、1955年9月24日、砂田重正防衛庁長官指摘諮問機関である防衛庁顧問団のメンバーに選任され、防衛庁顧問に就任した。日本兵器工業会においては会長代理を経て名誉会長として兵器産業分野で指導的役割を果たした。 実業家としては、日本交換の孫会社会長や塚本聡修行の相談役過去問を務めていたという、1985年4月20日に、肺炎で死去。ありがとうございます。